はい、こんにちは、タムです。今回は近畿の悟空26で、まあキラヤマトを使って遊んでいこうかなと思います。まあ一応反射なんですけども使えるかなと思います。で、まあ相方として素晴らしいのは、まあ一応スズランという、まあ爆発枠ですね、スズランという爆発枠のキャラクターと、まあ一応ネオですね、スピードアップがありますので、リフレクションリングをね一応ばらまきやすいのが、まあ一番素晴らしい点かなと思います。よいしょと、うん、いいね。で、反射だからこういうね挟まるところも激死変換パネルなしで、まあ直接挟まりに行けるのはいいかなと思います。いけるかなこれ。あ、いけないよなまあでも、まあ爆発を持ってるキャラクターと、まあキラヤマとの相性はいいですよね、うん、まあその対象として一番いいのがベネットアルファとか、まあスズランとなってくるんですけども、まあ今回はまあ一応ガチャリドラカードでゲットできるスズランを採用しております。強いね。これ横縦貫してみよっか。うん、縦貫します。でちょっと右ずれに弾きますね。スズランの爆発触れたいんで、まあ、誘発したいんでね。ちょっとパワーモードがあるから、あ、いいねパワーモードがあるから、あの、まあ攻撃力が低くても多少補えるのはいいですよね。直接殴りに行くか。いいねでここだね、やっぱりこことステージ4と、まあボスにはねちょっと、まあ、キラヤマトを使いにくいですね。まあここはもうリフレクションリングに任せるしかないよなでしっかりと火力を出してあげて、まあこのタイミングかな、ネオの SS 打つの。いたれ、うん、強い。おっしゃ、いいねやっぱりネオの SS 化け物だよな、いつ見ても思うけど。でしっかりと火力を出しに行ってあげます、うん、やっぱりスズランの爆発がやっぱり偉いね。スピードアップを誘発してくれるんで、うん、動きやすくていいかなと思います。で超レタスとあるから攻撃力耐えれない。じゃあレーザーの攻撃耐えられるのはいいですよね。はい、ボス戦ですね、うん、でとりあえずリフレクションリングをばらまきつつ雑魚を散らしていきます。よいしょっと、うん、でどうしようかなこれ。とりあえずネオは縦勘でいくか。まあ一応リフレクションリング出せたらいいから、とりあえず斜めに弾くけど、ほい、いやー無理そうそれ。無理か。とりあえず SS を使って直接挟まに行ってみます。うん、いったれ。おー、いいねやっぱり直接挟まりに行けるから、こういう風に火力出せに行けますねで次はまあここはもうしょうがないというか、リフレクションリングをばらまきます。ちょっとでスピードアップもあるから、キラヤマとのばらまきやすいよなやっぱ、うん、こういうとこいいよね、やっぱり高スピアップのいいところは。ちょっと、おい、あ、強いね。
今ここ来て5分ぐらいか。いいね、素晴らしいね。でネオはどうしようかな、これ横っかんにしとくか、これいっか、よし、いいね。でとりあえず上の雑魚を倒しに行きます。こんな感じかな、 OK OK、 あわよくば倒してほしい。あ、無理か。でスズランのね SS 撃つ予定なかったんですけども、もう撃って雑魚を処理しに行きます。はい、でラスギはね、即死のターンが長いから、ボスのね、ボスの即死のターンが長いから、これは SS は打たないでおこうか、次のターンで打ちます。なんかここで打ったらなんかもったいない気がする。とりあえずどうしようかな、パック打っとくか。はい、これでちょっと斜めに弾いて殴る感じにします。 OK、 いいんじゃない？ OK、 お、めっちゃいい位置に行ったよ。めっちゃいい位置に行ったよ。でスズランは混乱してるんで SS は打たないでおきます。で即死はあと5ターンあるから、そこの一品の SS まで回せんのか。あ、これ勝てるね絶対。とりあえずちょっと殴っとくか。ちょっと惜しいな。でも次のターンなんか蘇生してきそうだよな。確か。ほい、とりあえずちょっと殴っといて変に削らないようにしておきます。はい、これで SS を打ちに行きます。でちょっと蘇生入っちゃうのはあれだけど、弱点が移動しちゃうからね、行きます。ほい、でこれ割合よ、いけ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 、やっぱり削りにくいかしょうがないよね。いや割合強すぎ、いや割合強いわ。もうネオで終わらせるか。でネオでもしも削りきれなくても、キラー一品のキラーの元で倒せるもんな。うん、オッケー。はい、ということで、まあキラーヤマトを使って近畿の悟空26で遊んでみました。まあスズランとネオと相性はいいですし、まあなかなか強いかなと思います。まあ適正キャラクターを持ってなかったらキラヤマトを採用してあげていいんじゃないのかなって思いましたね。はい、ということで動画を終わりたいと思います。バイバイ。